iPhone 7の圏外問題へのベストな対応です。後悔を避けて。まずは対象モデルを Apple ホームページで検索ください。圏外問題に対する iPhone 7修理プログラムが見つかりました。検討結果として他モデルの新規購入を選択したので、売却のため旧 iPhone 7を初期化します。ただアクティベートできませんと初期化トラブルが発生です。 Apple からの正式回答は端末停止です。後悔しました。やむを得ないのでジャンク品として6000円でメルカリ売却です。初期化なしで2代目継続使用がベストな対応でした。紹介記事をリンク先からどうぞ。後悔しない対応をお願いします。